はい、今日は1年ぶりに坂本先生にお越しいただきまして、はい、ありがとうございます。いえいえ、皆さん大好き、我々も大好きな坂本先生に、そうですね、はい、ご登壇いただきましてありがとうございます。今日もですね、たくさんの方に登録していただいてまして、事前のご質問もたくさんいただいているので、早速ですね、お話を伺っていこうと思うんですけれども、よろしいでしょうか。はい、お願いします。はい。多分、皆さん一番知りたくて、そして、私も含めて、驚いたのは、施設をね、移動というか移籍されたわけですけれども、はい、別にその理由がどうこうっていうよりかは、なんていうんですかね、先生がやっぱりこうずっと感染症に向き合ってこられて、私なんかも、あるいは山本先生なんかも、これからどうしていこうかっていうのは、いろいろ思うところはあるわけですけれども、どうでしょう、先生がこう、今からやりたいこととか、あるいはこう今までやってきて、今の時点でこういうふうに思っているとか、なんかそういうようなお話を聞かせていただけるといいかなと思うんですけれども。はい、そうですね。多くの方に知っていただいているように、私は聖路加国際病院というところに、もうこの仕事について20年以上になりまして、で、11月から板橋中央総合病院というところに移動しました。で、仕事の内容はちょっと感染対策の担当者ではなくて、院長補佐っていう、立場なんですけど、医療の質周りのことをいろいろ、お手伝いをするという仕事をしてます。なので、ちょっと今まで感染対策が中心だったので、ちょっと世界が広がったというか、医療の質っていう大きな括りの、今まで関わってなかったわけじゃないんですけど、それをメイン、医療の質メインになったっていうので、ちょっと世界が少し広がった感じがあります。うん、で、どこの施設で働くにしろ、自分の貢献できる、部分というか、その余地が大きい、ところがいいなっていうのが一つ。病院ってどんどん良くなっていく。もちろん自分だけが良くしてるわけじゃなくて、多くの人の協力があって、病院のトップの指導があって良くなっていく。そう、どん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 良くなっていくと、自分がこう、関与できる余地というか、これ以上良くしていける余地というのはだんだん小さくはなっていく。それはすごくいいことなんだけど。で、その分自分の経験値が積み上がっていく。で、そういうこの、前の職場での二十数年っていう、すごいもう、ものすごく、なんていうかね、人生の、その、キャリアにおいては、その、宝になるような経験をさせてもらってた。で、それをちょっとこう、まだこう、これから、今もすごくいいんだけども、もっと良くなりたいっていうところに、こう、なんか共有できる場所があるといいなっていうのは常々思ってて。だけど、そういうのってやっぱタイミングなので、巡り合わないといけないし、あと何よりちょっと自分の希望として、やっぱその病院のリーダーシップっていうか、その上層部が良くしたいっていう思いが強いところじゃないと、やっぱなかなか難しいなというのがあるので、そういうタイミングですかね、そういう要望があるところにこううまく移動できるタイミングが、あったと。っていうことで、もう前の職場の人たちには感謝しきれない、本当に良くしてもらって、最後も、10月31日まで、本当に温かく送り出してくれて、もういろんな人が会いに来てくれて、花持ってきてくれたり、お茶持ってきてくれて、でもう本当にああ、ここにいてよかったなって思うような、時間だったんですけど、でも新しいところもよく来てくれましたって、すごく温かく迎えてくれて、なんか結構キャリア的には幸せな人生歩んでるな、みたいな。だからこれから、ちょっと今までの20年間、学ばせてもらったものを、グループなんでね、大きいグループなんで、百何十施設もある。もちろん拠点となるところにはいるんですけども、そこを中心に、シェアさせてもらえたら、嬉しいなっていうことですかね。はい。はい、ありがとうございます。
そうですね、感染の仕事をやってると、まあ、感染症っていうね、そもそものその専門性を突き詰めるっていうような、まあ、観点と、それからやっぱり物事を良くしていくときのその仕組みとか方法論ですかね、あの改善をしていくっていう方法論が、まあ、感染症という専門分野以外にもあの、役に立つんじゃないかっていうこととか、あとはまあ感染症のことだけやってても結局なかなかその医療全体を見渡したときにあのそこだけ頑張るっていうわけにもなかなかいかないというか、やっぱり全体がこう改善していく中で、まあ、感染症もいろんなものもまあ改善していくっていうことを考えると、まあ、より大きなあの視野で仕事をしたいというふうに、まあ、私も考えるときがありますし、あとはそのおっしゃったようにそのまあ組織文化ですよね、まあ、組織がそもそも良くなろうとしているかどうかとか、あるいはその自分に与えられている権限とか裁量もあのやっぱり立場によってできることとできないことがあるので、やっぱりいろんな人がいろんなステップアップをしていくんだろうなと、まあ、自分もまだあとこれからどういうふうにしていこうかなというところがまあ、あるわけですけれども、はい、あの大変参考になりましたというか、あの先生の、まあ、なんか私もそうじゃないかなと思ってたような、はい、あの先生の次のキャリアを見据えてのご移動だったんだなということが分かりました。はい、山本先生、何かありますか？いやいや、もう僕もあの去年、先生もね、キャリアチェンジ、ね、そうそう、去年もこっち来たし、神戸市の病院って転勤あるんで、まあ、いくつかな、僕、1、2、そう、そうですね、3施設目ですけど、うん、まあ、いろいろね、考えることは多かったんですけど、まあ、大体、坂本先生がおっしゃってたような内容と、もうほぼ一緒で、まあ、僕もすごく恵まれている環境にいて、ね、前の病院も、まあ、ね、快く送り出してくれましたし、まあ、ここも皆さん温かく、こうね、いろんなところで関わりを持たせていただいているんで、まあ、その辺に関してはちょっと、ね、恵まれているのかなというふうには、まあ、ちょっと思いますね。これからどうなんですかね、皆さん、まあ、いろいろやっていくとですね、まあ、いろんな悩みとかですね、移動とかですね、キャリアとかですね、しかも考える時期が来ると思うんですけど、まあ、なかなか職場大きく変わるっていうのはね、ハードルが高いので、すごく僕自身も悩んだこともあるんですけどね。はい、まあ結果的には、まあ、まあ自分次第なのかなっていうふうには思ってます。はい。ありがとうございます。で、ちょっとまあ、それに関連して、まあ、以前から思っていることなんですけれども、その、まあ、医療安全というのか、患者安全というのか、ペーシェントセーフティーというのか、まあ、そういう分野と、それから感染管理の分野っていうのは、まあ、非常に近しいところがあるというか、まあ、結局医療関連感染も患者安全の一環であるというふうな気がしていて、で、まあ、組織によっては医療安全とか患者、医療安全と感染部門がもう一緒に、組織としては一緒になって、まあ、その中で分かれてやってるみたいなところもあったりとか、まあ、問題解決手法としては医療安全も感染管理もなんか似たようなもんなんじゃないかなとかいうふうに思ったりとか、まあ、自分が管理者になったり病院長になったら医療安全と感染管理くっつけてしまったらいいと思うかもしれないなとかって思ったりもするんですけれども、まあ、そういったことと、それからまあ医療の質っていう話があって、まあ、医療の質は私ちょっと正直奈良医大にも医療の質部門っていうのはなくて、医療の質というのと今のようなその医療安全とか感染管理っていうのをどう結びつけたらいいのかっていうのがよくわからないんですけれども、まあ、坂本先生から見て、例えば、医療安全、感染管理、医療の質、まあ、こういったものっていうのはどういうふうにその絡み合ってるというか独立しているというか考えていくべきなんでしょうか？そうですね、まあ、私はまあ、長く、その JCI という認証を受けてる病院にいて、で、所属してた部門が QI センターっていう名前のところで、クオリティインプルーブメントセンターというところで、で、まあ、その中に、感染対策の部門とか医療安全の部門があったり、あと診療の質の部門があったり、あとは口内炎との、治療に関する、まあ、様々な調整を行う部門があったりして、では、まあ、医療の質に関わるいろんな部門が、
まあ、集まっているところで働いてます。もちろんそれぞれ独立してやってるんですけども。で、まあ、その JCI 認証っていうのを通して、見えてきたものがあって、まあ、JCI 認証は、ご存知じゃない方がもしいらっしゃったら、あれですけど、ジョイントコミッションインターナショナルという、まあ、もともとアメリカにあるジョイントコミッションというところから、派生して、今、世界各国の、病院の認証を行っている、医療機能評価機構の国際版みたいなのも認証を受けて、2012年に受けて、まあ、受かって、そこからずっと3年ごとに更新をしていってたというようなところにいました、施設。で、その中で医療の質といったときに、決してその感染対策とか医療安全だけではないんですよね。例えばその診療の質、自分たちが提供している医療が、果たして患者さんとか家族とか職員に対して良い結果、その良い結果って何ぞやっていうところはまたあるんですけど、まあ、今のところはその、良くない、ハームですかね。良くない結果をもたらしてないかっていうような形でこう評価をするっていうことで、それは、いろんな側面から評価することができるんですよね。感染症という側面、あと医療安全の側面、あとその提供した医療がもたらした結果がどうだったか。あとはその、結構ファシリティ的な部門ですかね。いわゆるバックヤードでいろいろ作業をしている人たちの仕事の中身、空調だって、水質き、あ、だって、管理だって。そういったいろんな角度から私たちが提供している医療の中身は評価することが、できるというのが、わかりました。で、それには、まあ、よく使われるドナーベディアンの質の3側面対するストラクチャープロセスアウトカムっていう。まあ、基本的にはそういった形でストラクチャープロセスアウトカムっていう3つの観点からいろんなものが評価できるっていうのが分かったんですよね。もちろん独立した専門性はあるんだけれども、基本的なその考え方みたいなのはかなり共通している部分が、ある。だからその医療の質っていう括りの中にはいろんなものが、入ってくる。病院、アメリカの病院なんかを見ていると、そこには例えばそのデータマネジメント、データリソース、マネジメントみたいなのが入っていたりとか、ファシリティ部門の、いわゆる医療環境委員会って、環境感染学会で山本先生と一緒にやらせていただいてますけど、で、その医療環境、エンバイロメントオブケアに関する、部門があったりとか。だから、医療の質っていろんな側面があって、まあ、そこのが塊で入ってるデパートメントって結構あったりするんですよ。だからそういった形、こういろんな、独立しつつも一緒にそうやってやっていくっていうあり方もいいんじゃないかなって。思ってますけどね。そうですよね。だから、まあ、やっぱ結局、組織としてそういうふうな理念とか考え方を職員が共通して持ってるかどうかっていうのはすごく大事かなと思ってて、まあ、そういうところで働いてみたい。でも、まあ、そんなところなかなかないだろうなっていう気も、まあ、やっぱり、するにはする。いたちゅうに来ていただければ。来ていただけ。イタチューっていうんですね。なるほど。イタチューをよろしくお願いしなんか中学校の名前みたいですイね。タチューは違う。板橋中央総合病院。病院の名前は以前からお聞きしたことがあって、結構、トップの、マネジメント層ね、いろんなところからお呼びされてるなというのは、前から存じ上げてたんですけれど。そうですね。まあ、なかなか、ただ、やっぱり、まだそういう考え方、例えば、まあ、国公立大学のね、付属病院とかで一般的な考え方ではないですし、まあ、縦割り文化がまだまだやっぱり強いところなので、まあ、なかなか、やっぱりこう、民間病院とか、まあ、民間の組織とか、まあ、そういうところの方が、まあ、もしかしたら、やっぱりそういうのが、こう、先進的に取り組まれやすいのかなという気はするんですけれど。多分民間がいろいろこう試行錯誤をしていく中で、お金を持ってる大学病院がそのノウハウを生かして、もうバーって体制整えてやっていくみたいな感じになるのかなとちょっと想像したりもしてますけど、な結構制度として組み入れてしまえば大学病院すごいじゃないですか、やっぱり。お金も人もあって。なんで、
まあ、そういうパターンになっていくのかなとちょっと思ったりもしていますけど、逆、まあ、まあむしろそういうふうに早くなってくれたらいいなとは思ってます。あの、なんていうんですかね、データがないんですよ。物を測らない、測定のない改善みたいなのがすごく今多いので、うん、やっぱある程度あのもちろん数字で表せないもろもろあると思うんですけど、でも数字で表せるものが表されてない現状っていうのがやっぱり早く変わっていかないと、お金にしても限られている中でどこに何をつけていくかっていう適正の判断難しいんじゃないかなと思うので、まあ、その見える化していくっていうのが一つあるし、あと、うん、それをこう推進する、トップ層の意思がまず大事だっていうのがあると思います。結局、文化を変えるっていうことになっていくので、突き詰めていくと。文化を変えて、改善を推進していくっていうのは、やっぱり、うん、なんかその、ね、数値で、ある程度その医療の質っていうのを表していきながら、評価をして改善をしていくっていうことができるような制度が、まあ、必要なんじゃないかなとは思ってます。まあ、最近ちょっと私もこの非医療の方、民間の、まあ、一般の方とお話しする機会があって、で、まあ、一般の、例えば大きな株式会社とか、上場しているような企業っていうのは、そういう、まあ、データに基づいての改善だとか、まあ、そういう手法がある程度確立しているのかな。まあ、医療の領域ってまだまだなんか、うん、そういうことがまだできなくても許されているというか、まあ、そんな感じがしていて、で、なんかやっぱりこういうことって今回のコロナ対応でも、まあ、いろいろ実際にこう場当たり的にいろんな対応してきましたけれども、まあ、ベストプラクティスとかって我々の業界では言ったりしますけど、なんかそういうものってもうちょっと学問体系としてしっかりと構築されたりとか、ある程度まあ体系化されて、まあ、大体こういうのが正解なんだよっていうのがこう見えてくるといいかなと思うんですけれども、先生の目から見て、そういう方法論というのはもうある程度スタンダードになるようなものがすでにあって、まあ、それをまあ粛々とやっていくような状況になっているのか、あるいはまだまだこれからそういう体系化が必要なのか、そのあたりはどんな感じに見えてるんでしょうか。いや、方法論はもうとっくにあるっていう感じです。うん、まあ、それがパーフェクトだと思いませんけど、多くの病院というか海外、アメリカ、ヨーロッパ、あと、まあ、アジアでも進んでいるところでは取り入れられている、その医療の質、まあ、感染症、の、その、プロセスアウトとかもいかにして数値化していくかみたいなのってもうあるし、やられてるんですよね。だから、例えばヨーロッパの CDC なんかも、感染症のプレバレンスサーベイをやって、このぐらいの、例えばディバイス感染がありますとか、部位別の、臓器別の感染がありますとか、どういう、近々によって起きてますみたいなのをこう定期的に出してたり、アメリカはまあね、コロナ対応そんなにうまくいったとは思いませんけど、まあ少なくともでも医療関連感染に関しては、プログレスレポートっていうのを定期的に出して、主要な感染症これぐらい減ってる、増えてるみたいなのを報告してたり、して国として今どういう状況なのかっていうのがはっきり見えるようになってる。で、病院も、それぞれの病院もそれに対して自分たちの立ち位置が分かるようになっているっていうのがあるんですけど、まあ日本はまだそれが、やる気のあるところ、自主的にやってるところはやってる。でもそれをやらずに済む部分っていうのもかなりあるので、そこをもう少し、できるように、だったらいいなと思います。まあ、電子カルテを使ってるんだったら、そこからデータが抽出できるような、その仕組みを作る支援、そこにお金がつくとかですね。そういったことが、まあ、必要にはなってくるだろうと思いますけれども、どういうふうにして評価をしたらいいかっていう基本的な部分、ことに関しては、その指標、典型的な指標みたいなのでもやっぱあるので、やり方はあるけど、それがやれない状況っていうのがまだ国内、日本は特にまだまだ課題がたくさんあるかなと思いますね。
その技術的なところもそうですし、なんか技術的にできたとしても、それをじゃあどういうふうに活用したらいいのかとか、まあ、なんかやっぱり医療の専門家ばっかりなので、なんかそういう方法論がやっぱり理解できないというか、いや、でもね、ほら、例えば、国立国際医療研究センターに、臨床リファレンスセンター、薬剤耐性臨床リファレンスセンターがあって、そこは J-SAIF っていう、今、プラットフォームを作ってますよね。ああいったところに、こう、データを出していく。で、しかも、こう、どれを選ぶかっていうのはある程度任意にしないで、これを必ず、この急性期病院だったら、これを報告しなさいっていうのを決めてしまえば、登録できる場所はあるんですよね。ただその自分の施設でデータを出すのに、例えば電子カルテは入ってるけど、うまく二次利用データ抽出できないんだとか、技術的な問題があったり、まあ、そのためのマンパワーが足りないんだみたいな、ちょっとリソース、人手が足りないといった課題があったり、まあ、いろんな病院でいろんな課題があると思うんですけど、データが出せれば、そこを報告をして、ナショナルベンチマークを作る仕組みができるところまでは今できてるんですよね。あと各病院がそのデータを出して報告をするっていうところが、できてくると、素晴らしいのになっていう状況かなと思いますね。はい、ありがとうございます。まあ、そういったところも含めて、先日のね、医学書院の、本田先生との対談のところでも、なんかそういった話をされてたかなと思います。まあ、今日聞かれてる方の多くは、それはもうご覧になられてるかもしれませんけれど、一応チャットにですね、その URL の方を送っておきたいと思います。ありがとうございます。はい。ちょっとまあ、組織的な話が中心になってきまし、しまいましたけれど、あと、まあ、各論的なですね、まあ、感染対策の質問であるとか、教育の質問とかってがあったんですけれども、山本先生どうですかね。まあ、先生の後ご質問とか、あるいは皆さんからいただいているご質問で、これはっていうのがあったら。これ共有したらいいんですかね。あ、はい。それも可能です。はい、じゃあ共有しますね。今日の参加者ですけど、12時現在で締め切って、ちょっと統計取らせてもらったら、なぜこんな感じですかね。約今日200人ぐらい来られてるので、まあ、意外にやっぱ医師、なんか医師が多いですね。そうですね。多分でも、普段やっぱり検査技師さん、薬剤師さんもっと多いので、なんかやっぱりちゃんとはい。こう、講師の方に応じて、こうやって参加者が変わるっていうのは、回りながら素晴らしいなと思ってまあ、るんですそうけですね。ど。はい。こんな感じで。まあ、一応、ちょっと質問がいろいろあって、多分、まあ、その他のことで、まあ、これは、後でいいですかね。まあ、感染対策の疑問的なことと、まあ、コロナに関することと、まあ、スタッフ教育の悩みっていうのが一般的にこの3つありました。これちょっと順番にちょっとしていきたいなというふうに思いますけど、よろしくお願いします。坂本先生、ちょっとこれ見ていただいて、なんか気になる質問、これっていうのは。うん。そうですね。どれにしましょうか。この腕時計ルールっていうのはあ、ね、腕時計ルールね。これ面白いですね。多分これアメリカを中心に、ベアビローデルボーって、BBL、なんだ、ベアビロー、BB、エルボー、BBE かな。肘の下か、下は何もつけないっていう、ポリシーを設けてる病院があります。で、まあ、手指衛生を確実にできるようにとか、あと、やっぱり長袖は袖の部分が汚染されるとか、時計も汚染されるとか、まあ、そういったことがあるんでしょうけど、で、まあ、一つ課題、まあ、もちろんそれはいい、悪くはないと思うんです。そういうポリシーを設けてやるっていうのは全然いいと思うんです。けど、じゃあ一方で、袖が汚いとか、腕時計、昔ね、ロレックスをしてる、まあ、時効だからいいと、誰と言うの、ロレックスをですね、外してもらって、培養したら、黄色ブドウ球菌が入るみたいな。あってですね。これ汚いんですよ。高級腕時計とか、病院にしてきたらよくないよって言って、思ったんですけど。まあ、だから、でも、その病原体がいるっていうこと、それ患者さんに対してどのぐらいリスクなんだっていうのを常に考えなきゃいけないっていうのが一つあるのと、もう一つは、じゃあ、まあ、仮にね、時計をしなかったって、腕まで、なんだろう、手首まで洗いましょうっていうことの、患者さんへのメリット、あるいは医療者へのメリットってどの程度あるのかなっていうのを考えないといけない。なぜなら、
手順が複雑化すると、一つ守られにくくなるとか、あるじゃないですか。だから、ただでさえね、手指衛生の実施率低いんだから、やっぱり、身入りの大きいところに力を入れたいわけですよね。で、指導するのはいいと思うんですよ。正しい、その手指衛生の手順としては、がっつりやったらいいと思うんだけど、じゃあ、モニタリングして指導するときに、あなた今手首しなかったから、けしからんですね、みたいな、そこまでやる必要があるのか。最近って言っても、ここ数年、いくつかその手指衛生の手順みたいなのを見た、まあ、小規模な研究があって、一つはその WHO の手順。WHO の手順って6ステップなんですけど、手首がないんですよね。手首がないんです。で、その手順を指先から始めたら、指先からスタート、本当これからスタートなんですけど、指先からスタートしたら、細菌数がより多く減少したよみたいなのが、ちょっと小規模なのがちょこっと出てたりとか、もちろんこれ、リアルワールドじゃなくて、実験室でやってるんですよね。だから、ドタバタしたリアルワールドで同じ結果が出るかどうかっていうのはわからないですけど、まあそういうのが。もう一個は、WHO の6ステップを3ステップにする。最初は手指全体に塗りましょう。これ別に手首とか書いてない。全体に塗って、あと指先と親指っていう3ステップにしたときどうなのか。そしたら、タイミングの遵守率上がった。まあ、5つのタイミングの遵守率上がった。で、細菌数は変わらない。だから3ステップでいいんじゃんみたいな話もあって、まあ、指先の注目度って結構大きいんだな。で、まあ、私が期待して、やりたいなと、やっぱり、なるべくステップは単純にしたい。覚えてなきゃいけないことは少ない方がいいし、工程も簡単な方がいい。で、それで、まあ、最大の効果を得るにはどうしたらいいのかな、みたいなことがあります。で、前と病院は、手に取ったら手指全体にすり込め。以上みたいなことで、モニタリングしてた。で、それで、80、90%ぐらいいくわけですよ。で、そういう段階になったらもうちょっと細かく手順のこととか突っ込んでもいいのかなと思ったりもするんですけど、じゃあ10%の時に手首までやらないとやったことにしませんみたいなことが果たして妥当なのかっていうのはやっぱちょっと考えた方がいいかなっていうのはあります。まあ、ちょっとあんまりクリアカットな答えになってませんけど、まあ、いかに少ない労力で多くの、益を得るかっていうところで、感染対策は考えた方がいいかなっていう気がしますね。なるほど。ありがとうございます。そうですね。まあ、これもね、結局、腕時計を外すっていうルールと、まあ、手首まで消毒するっていう話と、まあ、関連はしてるんですけど、まあ、その2つだけが要素ではないというか、まあ、おっしゃってるように、腕時計をしてることによって、まあ、なんでしょうね、まあ、それと手首まで洗うかどうかっていうのは、また別の問題でもあるのかなと。で、まあ、手指衛生5つの瞬間も似たようなことが言えるのかなと思って、本当に最初から5つをギチギチで教えていくのか、最初は2つぐらいにして教えてできるようになったら3つ4つって増やしていくのかみたいなのがあって、やっぱり真面目な人だと最初から5つきっちり教えないとみたいな感じになるんですけれど、まあ、どうでしょう、そのあたり。5つの瞬間は、あれは WHO が、医療者のためにあなたたち手指衛生しないといけないタイミングたくさんあるから、5つに整理してあげるわよって言って親切に5つにしてくれたんですけど、医療者がそれを活用しようと思ったら、それをリバースしないといけないんですよね。現場にまた戻さないといけない。5つに簡単になっちゃったものを自分の行動に逆に当てはめるって、逆の流れで持っていかない。これがうまくいかないんですよね。だから WHO は5つに分類してあげたって、それは多分5つに分けるのは簡単だと思うんだけど、医療者はそれをじゃあ自分の今やってる行動の中で、これは5つの場面のいつなのみたいに当てはめないといけないんだけど、それがなかなかやっぱりうまくいかないで、ドタバタやってしまう。だからそこをいかにシンプルに、この時この時って言って、分かるようになるかっていうのは、またそこは一工夫必要なんじゃないかなと思います。だから、部屋だと部屋に入るとき出るときみたいなことだったり、手袋つける前外した後みたいな感じで言っちゃった方がいいのかとかですね。そういったことを、まあ、考えないといけないけど、じゃあ汚いものを、ね、に触れる手袋つける前にも手指衛生なんかして、それ余計じゃないですか。よくあるのが、外回り、手術室の外回りの人が汚染されたガーゼカウントしますって、これから汚いものに触れるのに、手指衛生して手袋する必要ないけど、なんとなくやっちゃうみたいな。だからそれを、まあ、無駄な手指衛生はせずに、いかにこう、自分の日常業務にそのタイミングをリンクさせて判断していけるかっていうのをなるべくわかりやすく、
指導していくっていうのは、これはちょっと、それぞれの現場に合わせて工夫していくことが必要かなと思いますね。で、そういうのって意外と、感染対策の担当者っていう、広い目で見てる人がやるよりも、各現場の人に、どういう工夫ができますかみたいなことで一緒にやっていった方がうまくいく場合もあるかなと思います。なんかこう個人的な反省も踏まえてなんですけど、やっぱりこう CDC とか WHO とか、まああいうのを現、まあ、に基づいてやってると、なんかそれがこう深刻化されていって、いや、WHO の原点を読むとこういうふうに書いてあるからそれは間違いだみたいな、なんか真面目にやれば真面目にやるほど元論文にはこう書いてあるからみたいな話を しだして、なんかこう本末転倒になっていく可能性があるので、まあ、そこもね、こう どういうふうに現場に合わせて融通を聞かせるかとか、まあ、自分たちにリスク評価をちゃんとさせるかとか、まあ、そういうところはやっぱりこう教育のテクニックというか、そういうスキルが必要になるのかなという気もするんですけれども、うん、エビデンスを度外視するほど崩しちゃいけないけど、でも現場の運用もやっぱり重視しないといけないっていう、その両方かなと思いますね。バランス感覚ですね、うん、はい、ありがとうございます。じゃあ次行きましょうか。例えばこの上の、はい、イエスミエル ね、はい、まあ、MRC とかも同じことだと思うんですけど、なんだろう、まあ、ちょっとこれはエビデンスがどうこうって言えるかどうか分かりませんが、薬剤耐性菌をコントロールする対策の大部分は手指衛生がいかにやれるかっていうところで決まってるっていうのはあるかなと思います。それすごく難しいんですけどね。で、この方がおっしゃってる、どこまで対策をするかで悩むっていう、そのどこまで対策をっていうのが、今何してるのかなっていうのはちょっと気になるところです。で、例えば個室管理に全部しなきゃいけないというふうにしているのか、あるいはそのガウンと手袋をつけて入室するっていうことにしているのか、物を共有を一切しないというふうにしているのか、どの程度こうがっちりやってるのかっていう、どこまで対策をっていうのがね、わからない、なんとも言えないんですけど、これなかなか悩ましい。健常者補菌も増加している現在、まあ、健常者補菌は増加しているとは思いますけれども、だからといって無防備に院内で広げていくということは、とはイコールではない。じゃあ、最低限、なんだろうね。どのぐらいやらなきゃいけないのかって、これ病院のもう、例えば手指衛生の実施率が日頃どのぐらいなのかとか、個室がどのぐらいあるのかとか、補菌者がどのぐらいいるのかっていうことでだいぶ変わってくると思うので、なんとかこう一律にこうっていうのは言えないんですけれども、ただですね、接触予防策っていう、いわゆる個室隔離をして、ガウンを着て、手袋を着てっていうところを緩めていきたいなと思ったら、やっぱり手指衛生実施率をガンガン上げないといけないっていうのは言えると思います。うん、はい。なので、手指衛生できない分を手袋をガウンでカバーしようっていうと、まあ、それをきちんと着脱すれば、ある程度はカバーできるのかなとも思いますけれども、うん、だそことのトレードオフだと思うんですよね。そうですね。なんか学会とか研究会とかで、まあ、最近 ESBL 市中感染増えてるんで、接触予防策じゃなしに標準予防策でしてますよっていうような、ことを言われる方がいらっしゃるんですけど、だいたいその中には、手洗いの遵守率がどれぐらいなんでっていう話がちょっと端折られてって、うん、まあ、いいとこだけこう、かいつまんで、こう、病院に持って帰ろうとする人がいらっしゃるので、うん、やっぱり手洗いの遵守率が例えば 20% しかないところに、標準予防策に全部落としますって言ってもなかなか難しい話なので。うん、それは多分、リスクを飲むって言ってることとイコールだと思うんですよね。連覇してもある程度しょうがないと思ってやりますっていうこととほぼ同じかなと思いますので、はい、やっぱり実施率は、まあ、これ薬剤耐性菌だけじゃないですけどね、うんうん、実施率をとにかくガンガン高めるっていうのは大事かなと思います。そうですね。まあ、もう20年以上、30年、40年ぐらい、この標準予防策と感染経路別予防策っていう、そのフレームワークで我々は働いているわけですけれども、で、まあ、でも実際のところ、例えばじゃあ、今回、飛沫感染と空気感染って、そんなにきれいにくっきり分かれたのかっていったら、まあ、実はそうでもないよねっていうのがあって、まあ、先生としてはやっぱり職員教育としては、
この標準予防策と感染経路別予防策っていうのがあってね、みたいなところをきっちりと教えていくっていうのは、まあ、基本としては大事だというふうにお考えでしょうか。標準予防策って言ったときに、まあ、いくつかいろいろ対策入ってるじゃないですか。手指衛生だったり、個人防護具だったり。だから、標準予防策っていう、言葉を使うときに伝えるべきこととしては、どんな人も感染、人々感染する病原体と感染症を持ってるかわからないから、それを、最低限、すべての人の、血液、体液は、感染性があると考えて取り扱うというのが標準予防策だよっていうところでは、標準予防策という言葉を使うんですけれども、それ以外の部分で使っちゃうと非常にもやっとするので、逆に、手指衛生はとか、標準予防策に基づく個人防護具の使い方はみたいな感じで、もうちょっと具体的な話をしますね。で、標準予防策に基づいて、これこれこういうふうなやり方でっていう、伝え方の方が、をしていかないと、標準予防策イコール何もしないみたいな感じの雑な受け取られ方にだんだんなっていくので、標準っていう言葉が入っちゃってるからかもしれないんですけどね。なので、そこは注意が必要かなと思ってます。あと、感染経路別予防策は、なんだろうな、結局、まあ、あれはすごくやっぱり、大まかに、なんだろう、分類する上ではいい考え方だと思うんですけど、結局、ご存知のように、例えば、クロス事情ですし、C ディフの感染症だったら、あそこに、なんだろう、と、ノロウイルスの対策と同じ接触予防策でも、まあ、違うじゃないですか。うん、計画も水筒もマシンも、まあちょっとずつなんか違ったりするので、ある程度感染症の種類によって少し変えていかないといけない部分もあるので、現実的にはやっぱりその感染経路別予防策に関しては、その感染症の名称を使って言っちゃった方が分かりやすいのかなっていう気はしますけどね。そうですね。だからまあ、さっきのね、手指衛生の5つの瞬間もそうですけど、やっぱりこう、分かりやすく分類して、とりあえずパッと見になるほどって思わせるっていう、まあ、いいことと悪いこと、功罪みたいな、まあ、それはいいところもあるけれども、うん、でも、じゃあ、それでじゃあ、現場で正しく行動に落とし込めるかって言ったら、いやいや、全然そんなことないね、みたいなところがあって、まあ、先生おっしゃったように、そこを、まあ、いかに埋めるかっていうのも、まあ、感染管理担当者の、まあ、教育のスキルの一つではもあるのかなという気がしています。はい、で先生、それに関連して、ちょっとスタッフ教育の悩みのところに同じような質問が来てるんですけど、例えば、この理学療法士11年目の方って、手指衛生の実施率を高めるために、まあ、いろんな取り組みをされているんですけども、まあ、定着させるのに大変さにくじけそうになってしまうことがあるんですけど、まあ、共通認識を高めて、工夫やモチベーションを保つ秘訣など何かあったら教えてくださいと、うん。自分がやらなきゃいけないことなんだって、なんか自分のミッションにしちゃうとやっぱ辛いですよね。うんうん、これ病院のミッションを自分が代わりにやってあげてるんだっていうふうな位置づけにしないといけないんですよ。やっぱ最終的な責任は、その病院が質の保障のためにやってる事業っていうところが大前提である必要があると思うんです。で、手指衛生なんかは特にね、基本中の基本なんで。そうですね。うん、だから、そういう位置づけにして、で、自分はそれを、頑張って、推進をしている。で、困った時は相談しに行くところがあるし、上層部も後押しをしっかりしてくれると。場合によっては自分たちは指導をしてくれると。というような、そういう、なんていうんですかね、まあ、病院の親分がいて、その親分の仕事を肩代わりしているという、形でやることがやっぱり必要じゃないですかね。病院の質指標、病院の質改善事業っていう形にまずは位置づけてもらう。年間事業計画に入れてもらう。っていうところを、感染対策委員会とかで取り決めたら、られたらいいんじゃないですか。そうすると、なんか、例えば、この一番下の29年目のことですけど、うん、直接観察をお願いしますって言っても、まあ、ICD からは、それは幹部の仕事じゃないと断言されて、迷走していますっていう。まあ、こういうのは、協力者が、まあね、自分の仕事じゃないよとかね。そうですね。まあ、これ、幹部がそうおっしゃったわけじゃないと思うんで、私は幹部の仕事だと断言しますね。うん、
幹部の仕事ですね、間違いなくね。なので、ただどういうバックアップを依頼するっていう、その何をどう依頼されるのかっていう、そこら辺でもしかしたら引っかかりがあるのかもしれませんけれども、基本的には手指衛生のを推進をするっていうのは、やっぱり病院を代表する立場の人の、最終的な責任、のもとに行う事業かなとなるはほど。思います。あでもと、笠原先生ね、これね、ごめんなさい。例えば ICT 活動に医師が積極的に参加してもらうためにはってあるじゃないですか。私も今これをちょっと言おうと思って。すいません、すいません。いい。いや、ほんで、この種の質問確かによくあるんですけれど、これ坂本先生だったらどうお答えになるのかなと思って、はい。参加してもらうっていう相手に選択肢がある問題なのかっていうのまず一つありますよね。例えば病院で、こういう事業があるので、あなたこれお願いしますみたいなことで、任命して、その人が嫌だって言ってもしょうがないんですけどね、一時忙しいからとか。でも、じゃあやってくださいってやりますって言ったら、その人にはそこのある一定のその仕事に、病院の方針とかに従う、その業務を推進する、責任みたいなのが発生すると思うんですけど、それを引き受けた以上は、やっぱそこをやってもらうっていうのを、やっぱこれは参加できない、参加しないっていう人がいたら、やっぱそこは然るべき人が指導しないといけないかなと思います。これ、積極的に参加っていうんで、基本的なその手指衛生するしないとかっていうレベルの、その病院としてやらなきゃいけない基本的なこと、守る、守らないの話ではないと理解してますけどね、それはもう当然やらなきゃいけないですよ。そこの病院で働いている以上はね、手指衛生私はしたくないからしませんとかじゃなくて、病院の方針には従ってくださいねっていう前提で働いてると思うので、それ以上のプラスアルファの業務として、ICT 活動、あなたはこれお願いできますかって言って、任命してやりますって言ったら、やっぱそこは、デューティーじゃないですかね。で、それを、引き受けた以上は、やっぱそこを、遂行していただけるように、適切な立場の方が指導しないといけないんじゃないですか。最終的にはそういうのがきちっとね、業績評価に結びついていくといいと思うんですけどね。これ多分質問の意味が多分いく何種類かあって、一つは、例えば ICT に任命されたのに全然ラウンドに参加してこない ICD とか、なんかそういう名前だけ ICD みたいな人をどうしたらいいですかっていう質問、の可能性と、あと僕ちょっと、これよく聞かれたり思ったりするんですけど、リンクナース会ってよくやってるじゃないですか、病院だと。で、あれ、やっぱ看護師さんだけの活動だよねって言って、リンクナース会じゃなくて、やっぱりそういうのに医師も、例えば病棟の医師も一緒に参加させるべきだ、みたいな話があったりするんで、それもいろんな考え方があると思うんですけれど、このリンクナース会という名称について何かお考えになることありますか？名称、ナースってつけたら、それはナースになっちゃうか多分ね、ら。やっぱりナースの方が、ナースだけでやる方がやりやすいとか、まとまりやすいとか、いろいろあると思うんですけれど。だけど、そうすると、他のね、コミディカルって言っちゃいけないかもしれない。薬剤師さん、検査技師さんとか、あと臨床工学技師さん、あと事務の方とかもたくさんいますよね。やっぱそれぞれの部門に感染対策で関われる部分って必ずあるし、病院で決まったことを、隅々まで周知をして、協力をしてもらうっていうか、一緒にやっていくっていうことのためには、やっぱあんまり、偏った職種だけがやればいいってことでは全くないと思います。もちろん、病棟外来、ナースが患者さんに関わる、程度ってすごく大きいので、そこをがっつり固めるというのは大事だと思うんです。それはすごくいいと思います。で、場合によってその現場のそのナースが他の職種に指導するっていうこともあると思うので、それもすごくいいと思います。だけど、他の職種がその感染対策に関して指導を受けるばっかりで、自分たちが積極的に改善に関わらなくていいかっていうと、決してそうではないと思います。なので、何ですかね、どういう形で参加してもらうのがいいのかって病院によって違うと思いますけどもね。決してその制限をなるべくしないで済む方法を模索
したらいいんじゃないかなと思いますけれどもね、正式な形で、なんかなんとか会とか、なんとかチームとか作んなくていいと思うんですよ。だけど、日々感染対策に関して、相談できる人とか一緒にやってくれる人みたいなのを作っておくっていうのはいいと思うんです、それぞれの。事務部門だって、コメディカル部門だって、そういう人を、作って何かのプロジェクトがあった時に、その人に声かけて入ってもらえるみたいな人を、作っておくっていうのは、すごく大事だと思いますね。はい、ありがとうございます。皆さん、Q&A に1個来てるんですけど、持続可能な感染対策が必要だと、自分でもいなくても実施できるように対策を考えているが、手指衛生の推進に幹部が中心になるとは、なかなか考えていないそうですと。例えば安全対策委員会の委員長自体が、患者ごとの手洗いや環境整備は難しいですよねって言ってくるとなるとですね、どのように今動かせばいいのかなというのですけど、なかなかこれ難しい、リアリティのある話ですけど。僕はいつも言ってるのは、手指衛生っていうのは別にその目的ではなくて、その医療を成功させられるための手段の一つなので、なんでしょうね、それぞれの例えば消化器内科とか消化器外科とか、成功させたい治療をちゃんと成功させるために手指衛生っていうのは、なかったら失敗するリスクが高くなりますよっていうだけの話なので。多分その手指衛生というものの意味合いがよく分かってないんじゃないかなと思いますから、そこをちゃんと教えてあげることが大事だし、確かに医師から医師に伝えるということは非常に重要だと思うので、私は自分の立場はそういう立場だと認識して います。何が難しいんでしょうね。っていうのは聞いてみたい。難しいよねっていうのそうでと、すね。何が難しいって思ってるんですかっていうのが一個と、もしそのね、自分が患者ごとの手洗い、手指衛生をしなかったら、そのしなかった相手の患者さんには何が起きると思いますかっていうのをちょっと聞いてみたいなっていう気がしますけどね。なるほどね。そういう投げかけって大事ですよね。でもこういう病院まだまだ多いんでしょうね、多分ね。だからやっぱある程度、多少のね、強制力を持って、その手指衛生の実施率を改善するような仕組みを作るといいのかなっていう気は、しなくはないんですけど、あまりね、そこら辺、本当自主的に全ての病院がやれるといいんですけどね。すぐには改善できないでしょうけどね。笠原先生、すいません。それこそね、WHO の、ニューイングランドジャーナルの動画でも最後に手指衛生はオプショナルじゃなくてマンダトリーだっていうその言葉が入ってますから、やっぱり病院長とかね、病院幹部が、やっぱりそのマンダトリーというか、義務なんだっていうことをしっかりとアピールしてくれると一番いいんだと思いますけどね。そうですよね。たくさん質問が来ましたね。ちょっと後にしましょうか。はい、これ。はい。なので、さっきの、ちょっと戻りますけど、感染対策の疑問についてですけど、例えばこの2年目の方って、結構2年目の方が質問するって結構、あれですよね、モチベーション高いかなと思って見てまねすけど。ねえ、UTI のサーベナンスで、尿道カテーテル挿入中の患者ではカテーテル交換後に検体提出をするべきかどうか。え。うん。ですね。カテーテル交換せずに、検体提出して検出された場合、別の感染があると判定しますかっていう。坂本先生とこれ、笠原先生ですけど。これ僕ですサーか。ベイランスの時にってことかな？そうです。サーベランスのデータの集めかな、ちょっとわかんないですね。サーベイランスのために逆にこれ取っちゃって検出されて、なんか他の原因で熱でもあったらこう UTI になっちゃうんですよね。判定基準だとね。カテーテル。だからこの UTI の基準はちょっといろいろ難しいっていうか、できたらこうもっと改善されるといいなと思うんですけど、臨床的に感染源がそこにあるって疑って培養なるべく取る。念のため取っちゃえっていう取り方じゃなくて、本当に疑った時に取るっていうふうにしないと、カテーテル間で尿路感染がえらい増えてしまうっていう
ことになる定義に今なってるので、まして、何のね、こう症状もなく、ルーチンで取るっていうのは、これはいらないんじゃないですかね。だって、出てきたらじゃあ何するのっていう話で、別に治療につなげるわけでもなく、判定上 UTI が増えていくだけっていう、あんまり何のね、利益にもならないんじゃないかなという気は、そうですね。サーベランスでやるっていうんであればね、そういう気はしますけど、どうですかね。うん、ね、笠原先生、UTI って完全に除外診断でしか否定できないっていうのがあるので、うん、この辺で難しいですよね、これ多分。うん、そうですね。なるほど。はい。じゃあ、ちょっと深いきましょうか。この、あと、セレウス機の対策についてお伺いします。正式タオルについてディスポーザブルが必須ですかということですね。外注タオルは使用しない方がいいかと。いや、もう、外注って、まあ、このタオルのことだけじゃなくて、洗濯とか、滅菌とか、いろいろ外注業務あるじゃないですか。外注業務って、一概にいいとか悪いとかって言えなくて、どういう品質管理してやってるかっていうことによるんですよね。だから、外注してるとこは必ず見に行った方がいいっていうのがあります。で、あとまあ、洗濯に関して言えば、どういう方法で洗濯してるかとか、あと80度に10分の基準をどうやって、守られてるっていうのを確認をしてるかとかですね、そういったことを確認されるといいと思いますが、一概に、外注タオルがダメっていうとかいいとかっていう話よりも、どういう処理をしてる業者さんなのかっていうのを見てきたらいいかなと思います。はい。ね、はい。セレウス菌は、まあ、どうしてもね、洗濯のドラムにいてしまうので。そうですね。だセレウス菌がいることが問題かっていうね、なんかうん。こう、まあ、あくまでも程度の問題かなっていうのは、ありますし、あと、まあ、院内に入ってきてからも、やっぱ汚染されやすい方法で管理しない方がいいと思いますし、まあ、そういうことをいちいち考えるのがめんどくさかったら、もう、なんですか、今温めてるディスポのタオルがあるから、そういうのを使えばいいかなと思いますけどね。そうです最近、ね。なんか僕は、ちょっとはっきり覚えてないんですけど、CID かなんか、論文読んでて、で、外注のシーツで、なんか、真菌が何社かの外注のシーツを検査したら、無コールとかなんか真菌が大量に検出されたとか、あとなんかその汚れをつけて出したところを帰ってきてみたら、汚れが全然取れてなかった。やっぱり外注だから大丈夫みたいな、そういう思い込みは非常にリスクがあって、むしろ外注でも全然、まあ、特に海外だからっていうのがあるのかもしれませんけれど、外注だからいいっていうもんでは全然なくて、先生おっしゃったように、まあ、確かに外注であってもちゃんと確認するべきだなというふうに思いましたね。はい。まあ、結構大事ですよね。その院内ラウンドでも、例えばリネンのね、置いてるソープを見たりはしますし、まあ、それで納得しない場合っていうのもね、やっぱ出向いて、洗濯するとこ見ないといけないし、それは滅菌物もそうですし、まあ、いろんなところもそうですね。洗濯の終わった後のね、その管理とか保管とか、そういうところもちゃんとされてるかどうか。そうですね。だから、リネンのまあライフサイクルみたいなのがあって、患者さんに使われた後汚い状態で出ていって、まあ、それを病棟で一時保管して、搬送して、中央の集積所に持っていって、そこからトラックで、外の、業者さんに出して、まあ、その中でもこういろんなステップがあってね、洗濯、乾燥、まあ、仕分け、洗濯、乾燥で、また梱包して持ってきて、それでさらに院内で搬送されてしまわれていく。で、その一連のぐるっとライフサイクルみたいなのの中で、どっか破綻してないかみたいなね、確認をしていくといいのかなと思って。リネンを介した感染って、そんなに事例がすごく多いわけじゃないんですけど、まあ、今先生、笠原先生おっしゃったような、無コールとかは、確か搬送カートが汚れてて、そこで汚染されたみたいな事例があったような気がしますし、まあ、それなんだろう、汚染されるタイミングっていうのが、要所要所にあるので、そういったことがないかっていうのを一度こう、ぐるっと一周して確認するといいのかなと思いますね。とはどれ行きましょうか。残ってる。ちょっとまた、まあ、感染対策ど真ん中から少しずれるんですけれど、今、質問に来てるところでね、まあ、
医者がその、ある医者がコロナだろうがインフルエンザだろうが分けるのが大変だし、子供はどんどん感染して免疫つくと言ってますみたいなのは書いてあって、で、やっぱりこう、著しく意見が対立するときってあると思うんですね。今回 SNS とかでも、まあ、いろいろ、こう、二つにこう、分断して、まあ、反ワクチンとか反コロナとか、まあ、実際医療従事者の中にも、まあ、反コロナ、反ワクチンの人たちだっていると思うんですけれど、であと、まあ、今回質問の中でも、その先生、まあ、以前、1年前も同じようなことをお聞きして、その、まあ、メンタルどうやって保っていくかみたいな話もあったと思うんですけど、そういうその著しく対立するような意見とか、まあ、ものすごいこう科学的におかしそうなんだけど、絶対おかしいとも言えなさそうな意見とか、そういう人とこう対峙するときというか、そういう人と話し合いをするときっていうのは、どんなマインドで、まあ、対応したらいいのかとか、まあ、先生はどうされてきたのかとか、ちょっとそのあたり教えていただけたらなと思うんですけれども。そうですね、あんまりでもそこまで、なんだろう。極端なことを言う人って病院の中に多いわけじゃないですからね。極めて先生マイノに面と向かって言うかどうかっていうのもありますよね。リティ。だから、あんまそんなにね、大変なことは今までない。てか、むしろですね、私が大変っていうより、そういう人がいた時の近くで働いてるスタッフが大変だと思うんですよね。患者さんにこんなこと言っちゃいましたとか。今のこの質問みたいな形ですよね、だから。そうですね。自分と一緒に常に一緒に働いているスタッフに対して影響を及ぼしてしまって、ただ周りの人たちも別にその人に同意するわけじゃないんだけど、例えばそのポジションの上の人がそういうことを言ってたりすると、下の人はやっぱそこをはいはいって聞かなきゃいけないか困っちゃうとか、患者さんにまたあんなこと言ってるわって思いながら後でフォローしなくちゃいけないとか、まあなんかそういったことが出てくるんで、まあそこを、ね、なんかそれを、そんな変なこと言うのやめてくださいって言っても、もうそこまで固まっちゃってる人は戻ってこないんですよね、大抵ね。だからやっぱり、その雇い続けるのか、みたいなところは、上の人に判断してもらうしかないんじゃないんですかね。その人が与えてる影響によっては。もちろん自分で、例えば、自分がね、そういうの、ワクチン打ちたくないんだと打たないって選択するっていうのは、別にそこはいいんですけど、周りに、あまり良くない影響を与え出してるっていうところでどう対応していくかっていう判断になるのかなと思いますけどね。なかなか難しいですけど、あんまマジョリティじゃないというふうには思いますけれども、どうなんでしょうね。ありがとうございます。これ情報発信のとこで批判されたことって坂本先生あるんですか？うちの、ありますね。なんかコロナの初期の頃にね、なんか普通に言った当たり前のことだろう。私、ツイッターって別に、コロナの前までは、まあ、同業者が多かったんですよ、フォロワーは。だいたいみんな同じ考え方ですから、検査の事前確率だって別に普通のことだし、感度得意度の臨床の感度得意度なんて普通のことなんで、それをなんかこう、ね、いつもの調子で言ったら、全員に検査なんだみたいな人が湧いて出たっていうね、なんか、うおーみたいな。やっぱツイッターって世界に発信してると本当なんだ、おーみたいな。で、なんかこう、抑制派だみたいなことを言われたりっていうのはあって。まあ、だけど、それはすごい新鮮な驚きっていうかで、私は別にそこでなんかこう、自分が悪いことしちゃったっていうふうに思ったっていうよりかは、まあ逆に驚いたっていうのがあって。で、なんですかね。まあ、自分がその仕事本業で、すごくこう、周りから不評を買ってるとかっていうんだったら落ち込みますけど、そうじゃない人が言ってることに関しては、へえっていう感じですかね。やっぱ本業はちゃんとしてようかなっていうところに軸を持っていかなきゃいけないっていうのはありますね。本業で評価されてる。その病院の中であろうが、外であろうが、自分がそのなりわいとしている業界で評価されるようにやってれば、それでよし、みたいな、とこかなと思いますけど。いや、まあね、忽那先生よく頑張ってますけど。ねえ、言ってなんみる、か、ね。ねえ、まあ、正面切ってこう、切り込んでいくと、やっぱりこう、返り打ってくる人っていうのはいて、本当ひどい人はね、なんでこんなこと言っちゃうんだろうっていう人もいますからね。そうですなんかね。そこは
でもなんかこう、ちゃんとそうやって一般の人にね、アウトリーチしていくところはすごいなと思いますね。私は本当にあまり直接患者さんに対してね、関わる仕事じゃないっていうのは、むしろその医療者をバックアップする仕事なんで、一般の方とそんなに接しないっていうところで、まあ安全圏から発信してるだけなんで、そう、大して苦労もないのかなと思います。いや、先生の言葉に勇気づけられた人って結構おるっていう、よく聞きますけどね。まあ、そういうふうに受け取っていただけたないら、あやいや。りがたいなと思います。はい。あと、この加湿器の管理についてなんですけど、レジオネラ対策、加湿器、超音波式など、次亜塩素酸ナトリウムどのような対策で、病院で、してましたか、しておりますかね。加湿器は、ちょっと今の病院はちょっとわかんないですけど、前の病院は加湿器は基本的に使わないですね。どうしてもって言われたら加熱式。だけどあれ、火傷するんで危ないから、火傷しないような環境で使えるんだったら、まあいいし、水は、ま、毎日ちゃんと変えて乾燥させたりとかもしなきゃいけないで、管理はちゃんとしてくださいって言ってましたけど、ほとんど使ってないです、加湿器は。もうよっぽどタオル絞って干しとけっていう、そっちの方が安全だからっていう。なるほど。で、洗濯なん出かしちゃえば。ビル管であれなんですよね。多分湿度ってある程度決められてるんで決すめね、られて確かね。るけど、やっぱ体感ああ、なで、るほど。乾燥してるように感じてしまう人がいるので、なるそういほう要ど。望が出るっていうのはあるんですけど、やっぱ加湿器は本当に、基本的には使わないっていう。なるほど。そうです。なんかインフルエンザが流行るんでね、ちょっと加湿せなあかんっていう人で、こう、頑張ってする人いらっしゃいますけど。あれもね、でもなんか50%、60%に常に保ってたら、なんか結露はすごいし、カビ生えるから、やっぱりやめた方がいいかなって。そうですね。はい。ありがとうございます。それ以外は、ちょっとコロナのお話出たんで、コロナの話に行きますけど、コロナの感染は今後も続きますかと、だんだんと感染状態は軽くなりますか。これ答えられる人いるんですかね。わかんないですよね。わかんないですね。コロナって今増えてきてるんでしたっけ、また。今どうでしたっけ？なんまかた今、一旦。底打ちしてちょっと増え始めたんじゃないかとかって言ってますけどね。そうね。また冬、本格的に、冬に入ってきたら上がっていくフェーズなんですかね。ですいかね。やー、で、本当にでももうなんか変異株もね、あんまりこう自分も今何が流行ってるんですかって聞かれて、すぐに即答はできないですね。東京都のホームページとか見に行かないと、そうちょっでと。すね。今も出してはくれてますけどね。まあ、5類になって定点に変わってね、もうちょっとこうリアルなこう、ね、データが出てこなくなったんで、なかなか奥深くもあるし、なかなか見ないようになりましたね。実際の対応として、質問が2つぐらいあって、まあ、例えば1つはこの下にあるような、そのユニバーサルフェイスシールドみたいな、ユニバーサルな目保護っていうのは必要なのかっていうあたりですけれど。そうですね。なんかこう、まあコロナになって、その飛沫が顔にかかるのを防ぐっていう対策がかなり、まあ、重要視されたので、同じ経路で感染する感染症、まあ他に、まあいわゆる飛沫感染ですね。飛沫感染する感染症が市中で流行して、それが拡大してきたときには、そこをやるっていうのはいいと思うんですね。メリハリつけて。というか、その今まであんまり飛沫が飛ぶと認識してなかった通常の会話とか、そういった場面でも結構飛沫が飛んで感染することがある。まあ、時間の長さとか距離にもよるでしょうけど。で、巷で流行してるとその可能性ってやっぱ上がってくるので、例えばインフルエンザが流行してますとか、小児で RS 増えてますみたいな、飛沫感染する感染症が世の中で増えてきてるときっていうのは、例えば近くでマスクしてない人と対面でずっと話さなきゃいけないときには念のため防護しときましょうとか、例えば ST さんがその嚥下訓練をしますとか、あるいは近くで介助しますみたいなときに、その流行期には顔を覆っておくっていうのは、まあ対策としてはいいんじゃないかなとは思います。まあ年中やらなきゃいけないかどうかっていうのはちょっとわからないですけど、そのメリハリつけて、
やはりユニバーサルマスキングがその流行期にやったらいいっていうのがあるのと同じで、まあ、鼻と口を覆うんだったら目を覆っときゃいいんじゃないっていう、そこを追加したらいいんじゃないかなっていうのは思います。流行状況に合わせてやるのはいいんじゃないかなと思います。コロナに限らないでいいと思いますけどね。あと、職員とか患者さんからコロナが陽性者が出た場合に接触者リストを作っていて、で、まあ、そういうリストっていうのはどのぐらい作らないといけないんですかみたいな質問もあるんですけれども。接触者リスト。コロナの患者さんの同室の患者さんあ、とかそですうか？でしょうね。まあ、職員が接触、まあ、ケアした患者さんのリストとか、ああ、そういうことですかね。接触した。接触した程度によるんじゃないかとは思これ多分、だうんからでインフルエンザとかでも、まあ今まで多分接触者リストを作ったり作らなかったりしてると思うんで、まあ同じような考え方なのかなと思うんそうでですすけど。ね。まあ、マスクしてて、担当してましたみたいなことで、まあ、もしかしたら発症するかもっていう人を抑えておくという意味では、そういう心配があるような接触状況での人は抑えててもいいのかなとは思いますけれどもね。単になんかこう部屋にちょっと入ったとかっていう人まで入れる必要はないとは思うんですけど。そうですね。まあ、その職員がどれぐらい症状があったかとか、なんそうかそでのす辺とかね。ね。どういう状況で、どういう状態の職員がどういう状況で接したときにその人を把握するかっていうルールを決めて、その人に対して何をするかっていうルールを決めるっていうのはいいかなと。なので、あれでしょ、これ、症状がある人はマスクをして、症状がない人は、まあ、マスクをしなくてもいいけど、その人と接見する場合は、まあ、例えばフェイスシールドしましょうねとかですね、ルール付けたらいいってことですか？例えば、職員がコロナを発症して患者さんを担当してましたと。で、まあ、大抵今、マスクつけてると思うんで、マスクを外してってことはあんまないと思うんですね、職員側が。で、職員まあ、側ね。マスクをつけてましたと。ただ、その人は、咳がひどかったと。マスクをつけてたけど。で、しかも患者さんと、なんか2、30分ずっとケアに入ってたとか、近いところで。みたいんだったら、まあ、もしかしたら、うつしちゃったかもっていう状況があったとしたら、その人が発症するかもしれないし、感染したかもしれないから、まあ、どこまでその患者さんに対して何をするかっていうのは、まあ、病院ごとに違うと思うんですけど、検査をするか、あるいはまあ症状を観察するかとか、個室に念のため移しちゃうかみたいなの、そこはまあ病院で決めるとして、要はその、ピックアップしとかなきゃいけない条件に、例えばそういう人入れるかとかですよね。でも、配膳のために入っただけだったら別にそこはいらないかなっていう。だからどういう状態で接した人を、把握をするか。で、その人に対して何をするかっていうのはやっぱり病院ごとに。そうですよね。まあ、そのケースバイケースで、どう自まあ、あ分るがどうするか程度、ですね。はい。こういう状況の時はこうするって決めとけばいいと思うんですけど、その状況によってそれを選択をしていけばいいかなと思います。なるほど。はい。ありがとうございます。あとは、ああ、面会制限の話ですけどね。家族。面会制限ね、難しいですね。でも、なんかもう絶対やっちゃダメっていう状況では今はないかなって思いますけどですね。ね。まあ、ずっとっていうわけでもないですかね。面会制限、面会はどうやって会ってもらうかっていうのを考えたらいいと思いますけどね。なるほど。はい。あとは、だいぶ質問が。そろそろあれですね。もう1時間です経ってね。しまってます。あ、そうなんですよ。もう結構質問も終わっちゃって。ちょっとね、一つは今、チャットの方に来ている、この J 財布が感染対策向上加算の施設基準になると思いますかっていう質問なんですけれども、まあ、すでに、サーベイランスの、必要となるサーベイランスの一つには組み入れられてますよね、今のところ。ジャニそうでス。すね。全国的サーベランスシステムの一つにはなってますよね。まあ、これも本当に、まだまだ力の入れようから言っても、どんどんまだまだ参加者、施設を増やしていくまだぞ。少ないですね。だからもっともっと増えたらいいなと思いますね。まあ、J 財布とオアシスがこれからスタンダードになっていくんでしょうね、国策としても。そうですね。あとでそうすですね。ね。
あと、1年前も同じ話をしたと思うんですけど、まあ、今回もですね、ICT ラウンドの質問が 来てて、まあ、ICT ラウンドのモチベーションをいかに上げるかみたいな質問が来たんですけども、1年後、先生のご意見いかがでしょうか。ICT ラウンドのモチベーション。そうですね。ねえ、ICT ラウンドをある程度自分の施設で頻度とか行く場所とかやり方を決められる自由度があるのがいいかなと思いますね。なんかこう、あれって結局こう、立ち入り検査とかの時に週1回行ってますかとか、どのぐらいの頻度で行ってますかみたいなのをこう、まあ、確認をされて行かなきゃ、全部ある程度回してなきゃいけないんだみたいなので、こう、ねえ、確率的になりがちなんですけど、そこを病院の現状、ニーズに合わせてカスタマイズできるといいのかなというふうには思いますね。うん、だ同じ、だから見に行ってもあんま変わってないものをね、頻繁に見に行くことほどつまらないものはないので、まあちょっと、なかなかこう、これがいいっていう。返事は難しいんですけど、うん、やっぱ自分たちが必要と思えるようなやり方、頻度、方法でやれるといい、よりやりがいはあるんじゃないかと思いますけど、まあ、結構日本の場合は環境ラウンドって言って、うん、止まっているもの、動かないものをこう見るそうですね、そうなんですよ。だから感染のリスクとして関与する部分が、まあ少ないとは言いませんけど、本当に危ないことはベッドサイドでね、動いてる人がやってることがやっぱ危ないことが多いんで、そっちをこう、まあ直接見れないんで、それがじゃあ、だからそれをこう、なんていうかね、プロセスサーベランスかとかもサーベランスで見ていこうっていう、うん、環境ラウンドで見えるものは限られてるんですよね。でそこは、なんだろうな、やっぱなんかこう、しょっちゅうしょっちゅう見に行くっていうよりも、なんか共通して同じ問題がある。例えばシンクの横についたてが立ってないから周りに水が飛び跳ねるんだみたいなのが、あっちこっちにあったら、病院としてそういうところは全部リストアップして、ついたて立てますよ、バーンって終わればいいんですよ。毎回毎回見に行って、ついたてが、ついたてがとかって言ってるのは本当つまんない。ね、先週なかったら今週ないに決まってますからね。そう。来週もないよって。だから、それは別に1ヶ月後につけるってことになってんだったら、それでいいじゃんみたいな話にすればいいし、あとなんか回転よく使ってるアルコール、めちゃめちゃ 85% 実施率の病院では1本のアルコールなんて瞬殺でなくなるんですけど、なんか日付書いてませんねみたいな、まあどうでもいいんだけど言われるからね、みたいな、なんかこう、そういうのもつまんないんですよね、正直。なんですけど、まあ、ある程度ね、ルールも必要だから、しょうがないかなと思ってやってますけど、うん、ちょっとその病院のやり方みたいなのが評価されるといいなと思いますね。そうですね。で、JCI とかはそういうラウンドやってますかみたいなことは聞かれないわけですか？ラウンドや、ですね、あんまりなんかこれをやってますか、あれをやってますかみたいな聞き方をするというよりは、どういう問題がありますか、それに対してどういう改善をしているか説明しなさいみたいな大きな枠でボンと聞かれて、で、まあ、でも最低限やってないといけないサーベランスみたいに規定されてるんですよね。制裁、バップと血流感染、尿路感染は急性期では絶対やってないとダメだし、それをリーダーシップに報告してないといけないっていうのはあるんだけれども、ただそれを使ってどういうことをしてるかみたいなのは、病院のやっぱりリスク評価にの結果によって変わってくるので、確率的っていうわけではないですね。そうだそうだ、針箱の中に、なんだろう、リキャップした針がありますね、みたいな、そういう世界では全然ないですね。うん、あとちょっと2つほど教えてほしい。1つは、今来た質問で、当院では完全個室になっていて、各部屋の前に消毒を置いてますけど、それでも個人持ち消毒を採用した方がいいでしょうかっていう質問なんですけど。はい。なんか、ですね、IDSA と SHA とは APIC の合同の主治衛生のガイドラインにも載ってたんですけど、壁とかにつけてる、あれ、通路とか、部屋の中の壁とかベッド柵とか、ああいうところにも、壁面設置されてる消毒薬があったら、そっちの方が圧倒的に使われやすいっていうデータがあるというのが一個って、携帯したからといって実施率が上がるわけじゃないっていうのも、
言われています。で、なので、で、かつまたですね、携帯してる人といない人が混在している職場では、携帯してる人がいると、使われなくなっていく出生毒薬っていうのがあって、それは撤去されてしまうことによって、携帯してない人が手術ができなくなるみたいな現象も起きてくるので、まあ、なるべく危険な状況がないのであれば、患者さんが飲んじゃうとか、そういう危険な状況がないのであれば、なるべく、壁とか、ベッド柵とか近くとかに何かこうつけられるんだったらそっちの方がいいと思います。それでもつけないと致死率が上がらないような、職種とか状況があるなら、まあ、併用したらいいかと思いますけど、あまり考えなしにもうやらないか持たせようみたいな、そういうことはしない方がいいのかなと。理由があってやるのはいいと思います。で、必ず携帯してない人がどうするかっていうのを考えないといけない。と思います。そのね、清潔操作の前の手指衛生とか、そういうのがやっぱ部屋の中で必要な手指衛生とかだと、どうしても廊下の、ね、アルコールだけではできなかったりしまそうすし。ですね。で、大部屋で4人ベッドがあって、入り口にしか置いてませんみたいなことになると、なかなかできる場所がないので、例えばその大部屋の中に1箇所どこか置けるんだったら置いておくとか、ベッド柵とか。あとは消灯台とかに置ける場所があったらそこにも置いておくとか、なんかそういうことを考えるのも必要かなとは思いますね。患者さんにとって危険じゃない場所に、置けるんだったらそっちの方がいいかなと思います。あと、ちょっとさっきのサーベランスの話で思い出したんですけど、最近よくあるので、その病院機能評価で全病棟でサーベランスやってることが求められるみたいな、お聞きになられたことないですか？ああ、なんか噂では、私、ええ。医療機能評価を前の病院に取ってなかったので、はいはいはい。あ、そういう話が、なんかあるっていうのは、ちょっとそ聞いたうようなんなで記す。憶がありますけど、はい。全部の病棟でやっている、そのデバイスを使っているんであれば、やったらいいと思うんですけど、デバイスを使ってないとこで利用がないですよね。うん、まあそうですよね。なんで、あと、その極端にデバイスを使う人が少ないような、もう一日に一人もいませんみたいなところは、やっぱりいらないと思うんですけど、ある程度使ってるんであれば、やったらいいとは思いますけどね。デバイスの種類によってどこで発生しやすいかっていうのも変わってくるんです。きますよね。例えば、尿路感染だったら、入れてる急性期の部門とか ICU とかよりは、その下流の出ていった先で、長期留置で、UTI を起こしましたとかって、例えば病棟見てた方が、もう見てた方がいいでしょうし、受診ラインであれば、まあ、集中治療領域での使用が多くて、ある程度走行の中で発生するっていうこともあるとは、思います。下流になっていくほど、まあ、抜けていって、まあ、症が増えていったりして、ニーズが下がってくるということはあると思うので、まあ、ある程度、デバイスの種類によっても変えたらいいと思いますけど、まあ、あくまでもその使用頻度を見ながら、使ってるところにやっぱりリスクがあるんで、よっぽど低くない限りは、まあ、見たらいいと思いますけど。この議論ってね、結局、そのなんか、まあ、愚痴の言い合いっていうか、まあ、に終わることが多くて、まあ、結局、多分そのデバイスを使ってないところは、そもそもサーベランスしようがないので、まあ、使ってなかったらやってないですって答えたらいいだけの話なんですけど、まあ、我々の多分その不満っていうのは、まあ、そこそこ使ってる病棟が結構あって、まあ、本当は理論的にはやった方がいいんだろうけど、無理みたいなところで、まあ、全部やった方がいいって言われたけど、どうするみたいな、なんかそういうああ、感そう、じになっマンパワーの問題ですかね。て。なんで、まあ、理屈上は、ある程度使ってたらリスクがあるんで見た方がいいよっていうことにはなるかなとは思います。それをどうやってやっていくかっていうのはまたちょっと違う話になっていくので、まあ、電子カルテを使っている病院だと、なるべくそこから抽出できるような仕組みがね、整うといいんじゃないかなと思います。力技で全部見ていくってなかなか大変なので。あと今ちょっと一個質問が来て、尿道留置カテーテルの定期交換っていらないってなって、で、じゃあ何も起きなかったら何ヶ月も入れっぱなしにしていいのかみたいな質問なんですけれど。まあ、それは、やっぱり、膀胱留置カテーテルの必要性は、少なくとも1日に1回は見直したらいいと思うんです。
基準を作って。まあ、そで、もそそれも動も、くっていう話ですよね。そうそう、ただ悲しいことに、病院で頑張って抜いても、長期療養型に行くときにまた入れて出すみたいなこともあったりするんですけど、まあ、少なくともでも病院の中にいるときは、本当にその人、これ必要なのかっていうのは、まあ、なるべく頻繁に評価した方がよくて、しかもその受け持ちのナースが一人で評価するってなかなか難しいと思うので、まあ、なんかカンファレンスみたいなところで、一日一回こう集まって、患者さんの情報共有するようなところで、話し合うか、もしくは、まあ、パスに乗ってる患者さんだったらね、この日で抜くみたいなのがあるんで判断しやすいと思うんですけど、そうじゃない、パス乗ってない人はそういったところで、多職種カンファで、もうそろそろいいかなって言って、抜いたらいいと思うんです。同じバルーンはずっと入れてても、品質劣化はならないです。いや、わかんないですよね。それも、なんともね、やっぱり、そこは製品によったり、使用の仕方によってはあると思う。私が一つ、懸念してたのは、やっぱその品質劣化の問題もあるし、あとその評価がなかなかね、うまくいかなかったときに、その定期交換をしなくていいっていうと忘れ去られるリスクというか、これ抹消ラインもそうなんですけど、やっぱそこがあるから、ある程度は定期交換日をどこかでは設けそうですね。た方がいいんじゃないかなっていうのは、あったし、それ、プラス、まあ、必要性の評価っていうのをもう、1日1回あるいはシフトごととかに基準を決めてやれるようにするっていうのは大事かなと思いますね。では、ずいぶんちょっと夜も更けてまいりましたけれども、先生どもいろいろとご質問にお答えいただいてありがとうございました。はい、ありありががととううごございざいます。ます。まあ、個人的にはまだまだいっぱいお聞きしたいことがあるんですけれども、明日お仕事もあろうかと思いますので、このぐらいで終わりにしたいと思います。山本先生、何かおい。いや、何かないですけど、坂本さん、あれ、宣伝とかどうされます？水のやつ。宣伝ね、ありがとうございます。日本環境感染学会の医療環境委員会というところで、私は山本先生、活動してるんですけれども、来年の1月12日の夕方から、今度はですね、病院で使う水の、感染のリスクとか、その制御の仕方、検査をどのぐらい、ありがとうございます。の頻度で、どういった項目に対してやったらいいのか、基準値をどう考えるのか、みたいな、まあ、みんなが悩んでる、問題について、今分かっていることを、3名の、先生方に解説をしていただいて、最後のディスカッションで、医療環境委員会の委員が、まあ、感染対策の実践者として普段感じている素朴な疑問をぶつけ合って、まあ、ちょっとした解決策があれば見出してみようかというような、セミナーをやりますので、ぜひご参加ください。250名まで学会員限定なんですけれども、今、写している、学会のホームページの、から、申し込めますので、ふるってご応募ください。はい、ありがとうございました。坂本先生、最後何かお一言ありますか？で、いや、今回も呼んでいただいてありがとうございました。なんかこうやっていろいろ Q&A するって自分の考えも整理されて、いいなと思いましたし、なかなかね、クリアな回答のない質問も多いし、悩んでることは私も含めみんな一緒なんだなというふうに思ったりしております。まあ、いろいろ日々ぶつかる疑問の多くには正解がないんですけど、まあ、そんな中で、また頑張ってやっていきましょうっていうところですかね。はい。ありがとうございました。では、また、先生にはですね、しばらく板中で、また何か、こう、成果が出てきた頃に、またご登壇いただいて、あ、ぜひ、はい。またそのお話をお伺いできればなと思っておりますので、はい。またその時にはよろしくお願いいたします。はい。では、退出されるときにまた何かですね、ご意見書き込んでいただけましたら、坂本先生に共有させていただきますので、一言、記入していただけたらと思います。では、本日はどうもありがとうございました。ありありががととううございごまざしいた。ました。はい。おやすみなさい。おどやすみなうも。さい。失礼します。失礼します。